阪神タイガースの岡田監督、超有望な若手捕手たちを全く一軍に昇格させずに梅野選手と坂本選手をずっと起用していると、この状況がかなりまずいということで見ていきたいと思います。阪神タイガースの一軍のキャッチャー事情を見ていきます。岡田監督は就任当初からキャッチャーは打撃よりも守備だというふうに明言していました。まあ、そんなにキャッチャーは打てなくてもいいから、まあ、守備が上手い選手を使っていくと、まあ、そんな方針がありました。まあ、そこでゴールデングラブ賞も獲得している梅野選手が正捕手で、まあ、起用していくということでいいんじゃないかと、まあ、岡田監督もともと話していたんですけれども、まあ、梅野選手がこうなかなか打撃状態上がってこないというところもありましたし、まあ、ピッチャーによって坂本選手をこううまく併用しながら、まあ、ダブル正捕手というような感じで昨年はずっと起用して、まあ、それで日本一を達成しました。日本一を達成したということで岡田監督の采配っていうのは、まあ、かなりこう褒められるというケースが多かった一方で、まあ、若手のキャッチャーがこうなかなか出てこないっていうのは、まあ、厳しい状況だなと、まあ、そんな話っていうのも出ていました。現状梅野選手が33歳、坂本選手が30歳という年齢になってきていますので、世代交代も必要な年齢に差し掛かっているというのは間違いありません。今年のキャッチャー2人の成績見ていくと、梅野選手が1割7分6厘、ホームランなし、打点が7つ、出塁率2割6分2厘、OPS が478。坂本選手が1割9分6厘のホームランがなし、打点が5つ、出塁率が2割3分、OPS 426という数字になっています。坂本選手は今年、まだ長打が1本も出ていないと、やっぱり2人のキャッチャーともにホームランもゼロですから、やっぱり長打力不足っていうところは否めない。まあ、加えて打率も1割台ということで、6月に入って打率は少し上がってきた感じはありますけれども、まあ、それでもちょっと全体的にキャッチャーのバッティングということを加味しても苦しい数字になっています。まあ、阪神今年特に打撃で苦しんでいるというチーム状態ですけれども、まあ、やっぱりこのキャッチャーがなかなか打てないっていうところも得点力に大きく直結してしまっている部分があります。まあ、そして坂本選手は盗塁阻止率も今年は1割台ということで、こうなかなかスローイングの面も上がってこないと。まあ、それでも第3捕手で入れるのであれば、まあ、長坂選手を一応バックアップで入れておくというぐらいで、まあ、現在はキャッチャー2人体制プラス、まあ、緊急時には原口選手というような感じでキャッチャーの入れ替えっていうのが行われる様子がありません。まあ、こんな状況ではあるんですけれども、2軍に超有望な若手のキャッチャーがいると、こちらを見ていきたいと思います。まずですね、中川選手、このキャッチャーが2軍で異次元の打撃成績を残しています。ここまでの2軍成績ですけれども、高卒1年目の2022年、打率が2割9分5厘でホームランが3本、出塁率3割8分、 OPS が835という成績ですね。高卒1年目でこれだけの成績が残せるっていうのは、まあ、本当にキャッチャーとかっていうところ、ポジション問わずに、まあ、なかなかいないというぐらいの成績ですよね。そして2年目の2023年、2割6分5厘のホームランが3本、出塁率3割1分9厘、OPS744 という成績ですね。まあ、少し打撃成績落ちたけれども、まあ、高卒2年目で OPS0.7 を大きく上回っていると、間違いなく有望なキャッチャーと。そして2024年、今年は3割1分8厘、ホームランが1本、出塁率3割7分3厘、OPS が858ということでですね、まあ、これまで2軍でキャリアハイの成績になっています。二軍成績ではありますけれども、高卒1年目から3年目まで、まあ、本当に大きな不調なくずっと二軍で、まあ、これだけの好成績を残しているっていうのは、まあ、本当にキャッチャーというポジションで考えればもう突出した成績ですし、キャッチャーでなかったとしてもこれだけの成績が残っていれば、まあ、野手として一軍で起用されても全くおかしくないと、まあ、それぐらいの数値ですよね。1年目から2軍の OPS がチームトップクラスでしたし、まあ、今年も現状としては OPS もトップクラスという感じですね。まあ、1軍に上がっている野口選手なんかも OPS783 ですし、まあ、豊田選手が841で、まあ、大体それぐらいの成績を残していると。ミエセス選手なんか719でしたし、まあ、2軍の成績見ていくとミエセス選手よりもまあ打っていると、まあ、それぐらいの成績が残っているわけですね。なので岡田監督も昨年の時点でこの中川選手のバッティングっていうのは認めていて、まあ、強化指定選手と、まあ、そんな報道も出ましたし、まあ、バッティングすごく小力があって面白いと、まあ、そんなコメントがありました。まあ、ただここまでですね、高卒で入団して3年間一度も一軍出場がないという状況が続いています。
まあ、そしてこれだけ打力がいいキャッチャーなんですけれども、まあ、守備が本当にとんでもなく悪いかというと全くそんなことはないですし、まあ、一軍でもこう試していいんじゃないかなと言えるぐらいの、まあ、守備力っていうのもある選手です。もともと高校では守備面が評価されて獲得されたキャッチャーですから、まあ、課題はあるにしても、まあ、そんなに悪いというわけではありません。盗塁阻止率で見ても3割台の数値っていうのは残っていますし、梅野選手と坂本選手と比べるともう現時点でバッティング、この中川選手の方が上なんじゃないかなと、まあ、それぐらいの成績が残っていますので、まあ、一軍で起用をしてみて、まあ、あまりに守備がちょっと一軍レベルだと厳しいなという感じになったりすれば、こう二軍に降格と、まあ、すぐ落とすこともできますし、まあ、一度スタメンで試してみてもいいんじゃないかなというふうにも見えます。続いてですね、盗塁阻止率が2軍で4割を大きく超えているキャッチャーもいると、こちらも見ていきます。栄田選手も1軍起用がほとんどない状況続いています。大卒4年目を迎えてもうすでに26歳と中堅の域に入ってきているんですけれども、1軍出場っていうのがほとんどありません。2軍の成績振り返っていくと、2022年が2割4分3厘のホームランが1本、 OPS が643、2023年が2割4分のホームランが2本、 OPS658、 2024年が2割4分4厘のホームランが2本、 OPS650 ということで、まあ、相当安定していますね。まあ、打率としては2割4分台、そして OPS としてはだいたい 0.65 ぐらい、これぐらいの数値で安定しているという感じです。まあ、突出したほど2軍でもバッティングがいいかというと、まあ、そこまでの数値ではないにしても、こうまずまずの成績は残せる安定感があると、まあ、そういった数値ですね。まあ、守備型のキャッチャーであるということを考えると、まあ、2軍成績こうまずまず合格点という感じではないでしょうか。梅野選手と坂本選手がいるということを考えても、まあ、大卒のキャッチャーを、まあ、栄田選手取って、まあ、それでここから大卒4年目まで1軍での出場がほとんどないということになってしまいますと、まあ、やっぱり栄田選手としても苦しいものがあると思いますし、もう少し試してもいいんじゃないかなという感じはありますね。栄田選手今年ですね、盗塁阻止率が4割を大幅に上回る成績を残しています。一軍では梅野選手が3割中盤ぐらい、まずまず悪くない、こう、盗塁阻止率記録している一方で、坂本選手が盗塁阻止率かなり苦しい数値になってしまっていますので、まあ、この栄田選手、まだ若いキャッチャーですし、肩も強いですし、まあ、このあたりを買って一軍での起用っていうのも見たいと、まあ、そんな選手ですよね。まあ、ただ皆さんご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、岡田監督がこの一軍で起用するときに、この栄田選手のリードが良くないと、まあ、ここをかなり酷評していた過去がありまして、まあ、岡田監督のこれまでの方針を考えると、まあ、一度この選手はあまり良くないぞというふうになったとき、評価を覆すっていうのが相当難しいんですね。まあ、岡留投手がこうなんとか評価を覆したという過去がありますけれども、まあ、今の状態から栄田選手が梅野選手、坂本選手に割って入るというのは、まあ、かなり苦しい状況にはなっています。まあ、ただ中川選手、栄田選手、この二人が有望なキャッチャーであることは間違いないですし、この若い年齢の時になんとか一軍での出場機会を増やしてほしいという思いもありますので、ここからの一軍出場を期待したいと思います。以上です。